バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターマーマーのひよこです。今夜のバニラスカイはですね、面白い環境で収録しておりますけれども、まあね、どこからでも本当にね、世界中に音時間発信できるんだなというね、ゆるい横でお付き合いいただきたいなと思います。もう11月終わっちゃいますのでね、と言いつつ来週までか。なんか今年が終わっちゃうと思っていろいろとね、考えることも多いんですけれども、ま、12月といえばクリスマスなので、クリスマスを楽しみにね、今日からの放送もお付き合いくださいね。あ、いちゃいちゃとお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。ということで1曲目、冬といえばこの曲、いつもいつも、いや毎年毎年聞かされて、もう耳にタコだけじゃなくてもタコ以上なんかいろいろできてるかもしれませんが、やっぱり聞けば聞くほどいい曲だなと思ってね、今夜の1曲目にお届けしたいと思います。皆さんがもっともっとハッピークリスマスでありますように願いを込めて、ヨーコでシャイニー。あなたの思いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント聴きいただきました。曲はヨーコでシャイニーでした。このシャイニーはですね、とても素敵なアーティストさんたちが一緒に歌ってくださってミュージックビデオをね作る機会がありました。私はね、コロナ禍の時にはなんていうのかな、こうマスクをつけてさ、撮影するっていう、その、まあ、出演いただいたモデルの方、モデルっていうかね、会場にいたご家族にね協力いただいてみたいな、その時その時にねキャストさんを集めたっていうのがあったんですけれども、まあ誰かにこう話をするのも嫌がられるような、今思うとね怖いですよね。もう話してこないで、あとマスクをしてても、もう触れそうならもう触れないでみたいな、まあ本当人の心理って怖くてね、撮影の時も、まあ、今ミュージックビデオを見返すと、あの時はマスクをつけてたのがコロナの思い出っていう言い方はすごく良くないのかな、まあ、でもコロナの時の、環境が、まあ、そういう感じだったからね、マスクをつけての撮影っていうのも、まあ、その旬ではないけど、まあ、リアルなね表現の一つで良かったのかなと思うけど、でもその時にはコロナだからといってもマスクをつけてる映像を使いたくないってすごく思ったし、なんならこうなんていうのかな、こう背中向きだったりとか、今だったらさ、もうモデルさんに顔を出すの OK ですとか NG ですっていうのをもうわざわざ聞かなくても、マスクをつけたまま出てもらうんだったらね、顔もそんなにわかんないから、まあ、声もかけやすかったでしょうけれども、
まあ、多分コロナ禍の1年目初めての冬だったと思うので、ここでねミュージックビデオを作るって言ったらもう一つのコミュニケーションが大変だったっていうのをすごくね感じますよね。で何よりもアーティストさんたちに今でこそさ携帯で撮った映像を継ぎはぎしてなんていうのかな、それもシチュエーションとして使うっていうのは、まあ、主流になってきてますが、もう私が初めてそのアーティストから各アーティストから自分たちで携帯で撮ってもらっていい画質で撮ってもらったのを集めて、でそれをもう録音もですねいろんな環境でしたよ。私がパソコンとマイクを持ってレコーディングお願いしたアーティストも何人いたかな、3人、私も含めたら4人かなぐらい、他にもねいたしね、あ5人か、国民のアーティストは私がレコーディング、うん、お願いして伺いで、他のアーティストは県外の方は、まあ、石井さんにお願いできる方はね東京の人は石井にお願いしてたけど、他の方はねやっぱり他の方で簡易的なレコーディングでいただきましたよね、声をね。私がね何を言いたいかと言いますと、まあ今年の冬本当ね多くの場所でクリスマスのイベントで、福岡のクリスマスマーケットの方のねイベントとかもねすごくねあのご案内をいただいて、もう力入ってるんでぜひ遊びに来てくださいねっていうあのメッセージもね、私宛てじゃなくて事務所宛てに来ててね、うん、もうそれはテレビ局からだったんですけれどもね、おすごいな、私なんかにも来るんだなっていうような方からね、やっぱりこういろんなこうクリスマスイベントしますよっていう、まあ、お声案内を聞きますと、うん、コロナ禍のこともねある意味忘れつつ、でもね今鹿児島いろんなこう集まるところにインフルエンザにかかる方がやっぱりインフルエンザが流行ってるからといって、コロナだけじゃなくてそのインフルエンザとか、まあ、ウイルス性のもの、まあ、とにかくみんな健康でいなきゃということでマスクをねつけてらっしゃる方も多くて、それは私的にもこうびっくりしましたね。私はこう仕事してると特にステージの前後だとマスクをしていることは特にないんですよ。なぜなら化粧がね崩れるからね。なのでまあ化粧しててもしなくてもねいい顔ではないんですけれども、私はねアーティストなのでね化粧をしろと言われるからはいはいと思って化粧はしますけれども、まあ、マスク歌ってさあ、まあごめんマスクをつけて歌うんだったら多分ねそーっとごまかせてもっともっとフォロワー数が増えると思いますけれども、まあそこはね、まあ、また話しましょう、作戦会議としてね。とはいえ、なんと言いますかこうマスクをつけることがなかったから、その時に周りがマスクの人ばっかりでびっくりしたことがあって、まあ、仕事と仕事の合間にプライベートでね足を運んだ時にえなんで私だけつけてないのみたいな感じだったけど、周りの人のこの健康であるための意識がねすごく高いんだなっていうのは私もね勉強になりましたね。まあそんなねアンチなことはなくても自分は自分みたいなねこの平和感もっともっとこう広まってほしいなって、もしかしたらね中には咳をしてもう咳しないでよって、まあ、私なんかもやっぱり思いますけどね、自分のことは棚にあげてしまって他の方にみたいな顔を、まあ、私もしないようには心がけてますけどね、まあ、されることも多分私も気づかぬうちにあるでしょうね。とはいえ、まあピースフルなね世界を望んでおります。この間ちょっと鼻歌でねあこの言葉を英語で言ったらどんな風にピースフルな、うん、表現になるのかなっていうメモもできました。とにかくこの冬だけじゃないけれども、誰かのことを思う時にはあなたのことを思う時にはとにかく長生きしてほしい、とにかく幸せであってほしい、とにかくこのことは一つ多く起こらないように、幸せなことの方が一つでも多く起こりますように、そんなね陽子が今日お届けするのはビューティフルデイズ、お聴きください。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては
壊されてしまう世界に正しいことは何？答えはどこにあるの？どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら、変わらないなら。あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それいただきました。曲はヨーコでビューティフルデイズでした。最近ですね、ヨーコは自分がどうやったらバズるかということをね、いろいろ考えております。ただね、行動にできないのは準備する時間がないから。ありがたいことに、なんていうの、生身のヨーコがね役に立っている間はちょっとね、ネットなんか言い方がもうおばさんだよね。いやだ、おばさんじゃなくて、おばちゃんたちはさ、もう可愛く言えるけど、言い方がおじさん？あ、おじさんの皆さん、ごめんなさい。でも何を思っておじさんとおばさんなのかはわからないのでね。私は、いつも、陽子おばあちゃんですというふうに、落ち着いてしまった時はおばあちゃんと言っております。まあ、私の基準はまあ、どうでもいいんですけれども、私の発言にね、こう、不快に思ったらいけないなと思ってね、もうついつい、まあ、日常生活からね、こう、気をつけているつもりではあるんですけれども、まあね、娘とさ話をするとき、16歳高校1年生と1歳とね話をするとき、私がこうやって言うと2人とも捉え方を変化球で作るわけですよ。それがね、ある意味ね、まあ、あまりにもちょっとひどかったら私もお母さんに叱りますけれども、ある意味ね、あ、なるほどねって勉強になることもあります。この言葉って言ったら時代でさ、これっていう人もいれば、まあ、家族だとね、娘とかもよくシンクロしますけど、これって言ったらあれみたいな感じで、あるところを、まあ、なんだろうな、若さゆえに否定したかったの。あと、のんちゃんに関しては、1歳の子はさ、聞き分けじゃなくて、まだ日本語が理解できてないっていうより、言葉が分かってないから、彼女が分かっていることで、説明をしないといけないっていう、まあ、すごく難題でもあるけれども、ある意味ね、そののんちゃんみたいにまだ日本語を知らなかったり経験をしていないから理解ができないっていう方になると、海外の人といるみたいなね感じですから、英語をね最近ね、本当11月からイタリア語学ぶって言ったけど、ちょっとそんな暇がなかった11月なので、本当1月からイタリア語と英語はね強化していきたいなと思ってます。なのでね、そういう経験を自分がするときに、相手の人もそういう体で私を見てくれるんだろうなって思うと、あ、ここは勉強しとかなきゃとかさ、まあ何かテキストなり、知り合いのね、
ごく語学が堪能な方たちにね力を借りるにしても、私も36なので多分ね相当覚え込み悪いと思うんですよ。飲み込み悪いけれども、逆にあこれとこれを先に知っとけばなんとか生きていけるんじゃないかみたいな、なんか知恵は働くというか悪知恵に近いものがね働くんじゃないかなと、そういうのはねのんちゃんと会話をしてて得ますね。そして、高校生のシノンと会話をすると繊細なのでね、私以上に繊細、私も意外とこう一言を20にも30にも考えて捉えるから、その傷つかない、ただ配慮しなきゃいけないなとか思うんだけど、まあ、さ高校生とか、まあ、うちの子だけじゃないんですよね、歌の生徒さんたちもそう、やっぱりねこうとても繊細だから、私がそういう思いで言ってないことも捉え方を、まあ、全然違う方向で捉えられる、プラスやっぱりタイミングもあってね、そんないつも元気だったら笑い飛ばすこともちょっと傷ついてるところには逆に傷つき、勝手に傷つかれたりとかね、それはねある意味歌詞を書くときに大事なスパイスだなと思ってね。だってそうじゃん、私なんかもう心が鋼以上のものになってると、ちっとやそっとじゃこうなんていうのかな、傷つかなかったり女子会してこのイライラとか傷ついた心を晴らそうみたいなことはもうだいぶないわけですよ。むしろ傷ついてたの私みたいなくらいね強くなっちゃってて、自分でもかわいそうだな私って思ってしまうけれども、そういう気持ちだとね歌詞は書けないですよね。特に最近言ってます、陽子今失恋ソングを求められてるので失恋ソング頑張って書かなきゃいけないんだっていう話、それもさ私がもうめっちゃ強いと、まあ、書けないでしょ。なのでねそういうところでは、あそうか、こういう些細なことって思うことであったり繊細なことほど大事にしなくてはいけないなっていう風にね、まあ、子供たちから本当にね勉強になるんですよね。ではでは、ここで、もう一曲お届けしたいと思います。この歌詞を書いた時私が繊細かどうだったかは、思い出せないんですけれども、ただね、女性としてそして冬の歌としてはやっぱり大事にしたい曲であります。大人のナンバー、陽子で片しぐれ。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる、夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すよ、奪った、もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく、
いただきました曲は片しぐれでした。バリアスタイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バリアスタイ宛てにお願いいたします。最近思うのがシワの数よりも私の声のしゃがれ声のしゃがれ方がえげつなく増えてますね、どんな声であってもただね、高音がね、すごく綺麗だっておっしゃっていただくんですけれども、やっぱり昔の方がさ、すごく綺麗だった。けど、細かった。から、まあ、ある意味私的には自分の声が魅力的じゃなかったんですけれども。ただね、今、怖いのは、すごくね、ファルセットでもだいぶ太い声になっていて、もう、この間ね、声をちょっと、まあ、声帯が腫れてしまってね、声帯が腫れたがゆえに高い声が出なくなっちゃう。なぜなら声帯って閉まらないと声がかすれてしまうので、高い声になればなるほど閉めようとしていくから、まあそれを閉まらないように、なんていうの、閉まっていく声帯に対して閉まらない方に筋力をつけるのが、まあボイストレーニングだったり声帯のトレーニングだったりするんですね。なので、枯れてしまうということはそもそもがもう声帯が腫れ上がるとその機能ができないから枯れちゃうのね。そうするとね、もう声は出ないでしょ。なのでどんな声であっても出ないんですけれども、今回久々にだいぶ腫れてしまって、でも取り返しのつかないことになってなければいいなって思ってるんだけど、まあそんなね不安要素がある中で、まあなんとか戻りましたと。だけど本当はどこまで戻っているのか、あと今まで以上にかすれてるのでね、地声がね、まあハスキーボイスになりたいから嬉しいけれども、そこじゃないとこなんだよね。心配してるのがね、一生歌い続けていくために大丈夫かなとか、ある意味深さが増していて高い声も太かったり、細くはないけど美しい響きにはなるけど、だいぶいろいろついている、付加価値たっぷりなね声になってますからね。どの音域も年齢が重なるイコール声帯の傷つき度合いだと私はね、声に対しては思ってたので、先輩方がね、いやーよこさんとか、あと生徒さんもね、よこさん私の声には深みがないって言うけど、いや年齢を重ねれば重ねるほど言霊と深みはついてくるから、私なんかは、羨ましいと。私なんかはそれをトレーニングであったり、最近トレーニングする暇がないから全部本番なんですけれどもね、本番で培っているから、それは本当年齢にはかなわないから羨ましいですって言ってるんだけれども、この声が続く限り、この声が必要としていただける限り、そして自分が自分の声
を使って伝えたい曲が、あ、それは生んでいくっていう方かなのでね、ぜひ、引き続き、やっと声が出ましたので、来週はセンテラス天文館公認のストリートライブも、スタート予定です。再始動の予定でございますのでね、ぜひぜひいろんなところでこの冬も引き続き陽子に会ってほしいです。陽子に会いに来てね。では沖縄、今度ちょっと友達と行こうって言ってるんで、本当今度こそ行きたい。ぜひ皆さん引き続き素敵な冬をお過ごしください。この後はひふみずバーです。ひふみさん、よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、この1週間もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。せーの、バイバイハッピー。